たき台の素案としてですね提示させていただいたということで、まあ、いろいろなご意見はいただいておりますし、まあ、先ほども答弁させていただきましたけれども、今年度の実施ということではなくてですね、まあ、来年度以降の実施を見据えて話をお聞きしているということで、先ほど参事の、ね、話では要するに今年はおそらく無理だろうから次年度からという話になってるんですよ、私聞いてたんですけども、その後の都庁なんかの答弁から言うとね、できれば今期中でもやりたいっていうのをイメージで受けたんです、そんな答弁でね。で最終的に前田議員の質問の中で、今期はね難しいだろうと、事業者の理解と納得が勝ち取れないからその後に伸ばしたいというようなことになったと思うんですけども、本音はどこなんですか。要するにこの本音とかやりたかったということなんですか。委員長、建設ですか。これまでもですね、この配車方法の変更というのは4組合の協力、総合協力がなければできませんので、まあ、その協力がいただける段階でということでございます。まあ、草案を提示した中でいろいろご意見をいただいてますけれども、まあ、今年度の実施についてはまあ、難しいということで、してございます。予算そんなふうに合わないとなんですよ。はい、これで終わります。ね、なんかこう、除雪の問題で特に、ね、感じるのは、切羽詰まって慌てて、ね、物事を進めて、もっとね、やっぱり市の方で提案するんであれば、じっくりとね、慎重に議論を重ねてですね、そしてその受ける方もすぐ理解できるような、納得できるような、ね、その提案をすべきだと思うんです。そうしないと余計なね、混乱を起こしているんです。で、先ほどまあ市長はね、その混乱についてその謝らないというようなことを言ってますけども、やっぱり混乱を起こしたことについての責任はね、感じ取るべきであるし、今後そういうことをさせてはしないということをね、きちんと明確にしてもらいたいなと思うんです。